かつてファミコンブームの真っただ中、全国に数多くのゲームショップが開店。ゲーム普及に一役買っていた。ファミコンブームの終焉とともに消えてゆく店。現在も頑張って営業を続ける店。今回のゲームグラフィック TV は、そんなファミコンショップたちを見ていくことにしよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ドキドキ冒険島、ボックスグループがフランチャイズ事業を行うゲーム販売店である。1983年に北浦和に第1号店をオープン。ファミコン発売時から現在まで存在するゲームショップの老舗である。現在は埼玉県を中心に数店舗残っているのみであるが、1990年代は全国に展開。ちょっとした田舎にも展開しており、ゲーマーたちには重宝がられた。かつてはソフトの発売日前日に店舗に平然と新作を並べるという離れ技もやっていたようだが、現在は発売日にちゃんと並べるようになったようだ。1991年、他の大手ゲームショップチェーンとジャパンテレビゲーム協会 JAG を設立。メインは中古販売であったが、1994年ソニーエンターテインメントのプレイステーション発売時に、ソニーが中古販売の禁止などを提案し、それに従う形で他の同調したショップとテレビゲーム専門店協会アセスを設立。だが2000年のプレイステーション2発売時にソニーが販売店へのバックマージンを撤廃したことで、アセスも大激怒し、中古販売を再開することになる。ファミコン黎明期から存在するゲームショップの老舗は現在もわずかに現存し、ゲーマーの貴重なショップとして愛されているようである。ファミコンブルート、1988年に株式会社ブルートを設立。フランチャイズ事業で全国展開を開始。1992年、前述したドキドキ冒険島ら7社とジャパンテレビゲームチェーン協会ジャグを設立。日本初のゲーム販売店による協会の設立となった。ちなみにこのジャグは結構な権力を持っていたらしく、任天堂のファミコンウォーズが人気がありすぎて、販売終了後も高価格で取引されていた。圧倒的な品不足にジャグは任天堂に再販を求め、5000本であるが再販させた団体である。しかし1994年にプレイステーションの契約をめぐり、ジャグが分裂。ドキドキ冒険島とともにアセスを設立する。ブルートは次々と店舗を増やし、順調に大きくなっていったが、フランチャイズ契約が厳しかったのか、1998年を境に次々とフランチャイズ契約を打ち切る店舗が続出。ローソン主導のロム版ディスクライターといえる任天堂パワーを設立し、機種改正を狙うが、任天堂パワー自体がいまいちで、業績はさらに悪化。1999年、自己破産を申し立て消滅することになる。しかし消滅後も数店舗であるが、ファミコンブルート名義で営業を続ける店が存在し、現在も展覧記念物とばかりに名前だけが現存しているようだ。
ゲームグラフィック TV。 カメレオンクラブ。1983年に開店したリサイクルショップボッタクリアではなくボックリアがカメレオンクラブの前身。ボックリアで取り扱った中古ファミコンソフトの人気が高かったことから、1989年にゲーム専門店カメレオンクラブを開業。すぐに全国展開を果たし、大手ゲームショップの仲間入りをした。前述したジャパンテレビゲームチェーン協会ジャグの加盟店であり、ファミコンウォーズ再販に尽力。1994年プレイステーションの販売契約をめぐり、前述したテレビゲームチェーン協会ジャグの加盟店の間で内紛が勃発。分裂しカメレオンクラブ、テレビパニック、ブルート、ドキドキ冒険島の4社でテレビゲームビジネス協議会ゴラを設立。ソニーの方針を支持することになる。しかし1997年、カメレオンクラブが協議会を脱退し、テレビゲームソフトウェア流通協会 ARTS に参加。これにテレビパニック、ワンパク小僧も追随する。残ったゲームショップはテレビゲーム専門店協会アセスの設立に動くことになる。1998年、エニックスが中古販売を停止するようゲームショップに圧力をかけたが、 ARTS がそのような権限はないと提訴、勝利している。カメレオンクラブは現在も店舗を減らしながらも全国に存在している。ワンパク小僧。1988年に株式会社アクトが第1号店を開業後、全国展開を開始。1992年にジャパンテレビゲームチェーン協会ジャグを他のゲームショップと設立。1994年、さまざまな協会の分裂騒動によりテレビゲームソフトウェア流通協会ARTS に参加。2002年は新たな協会である日本テレビゲーム商業組合を結成。店舗名もワンパク小僧からワンパクに変えている。しかし2005年、所有株式をクイーンランドという会社に売却。クイーンランド傘下となったワンパクは同年にクイーンランド傘下となったテレビパニックと合併、ネットステージという新会社を設立。合併後もワンパクとテレビパニックのブランドは残っており、現在も各所で見ることができる。今回は数多く登場したゲームショップの歴史を見ていただいた。近年は大手量販店の参入でゲーム専門店の勢いはなくなり、どんどん縮小している。大型量販店の安さと品数も魅力であるが、専門店のサポートと知識もまた魅力である。テレビゲーム黄金期を盛り上げたゲームショップたちにも今後も光を当てていきたい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。